下妻市修道、駅前付近茨城県道333号州、同停車場線は、茨城県下妻市の関東鉄道上総線修道駅前から、茨城県道56号筑波小賀線までを結ぶ、一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、有機郡千代川村大和座修道の総道停車場を、起点とし、県道。 総道地区破線工程を終点とする区間を本路線とする県道修道停車場線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号333となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法。 号外10月14日よりハット ABCDE、つ原県道路現況調所平成26年4月1日現在、茨城県法、第779号対象9年4月1日、つ原県国示第147号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び、整理番号の変更茨城県法、 第637号3月30日より、ありがとうございます。